始まりました。大沢選手、はいはい、今日寺島ひかる選手も一緒で、うちのジムのリーサルウェポンです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっと試合前の忙しい中。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。大沢選手、はいはい、今日の企画何ですか？今日はうちのジムの一人問題児がいるんですよ。問題児、問題児、それ強いんですけど。はいはいはい、誰でしょう？ K1 甲子園2連覇してる、お逸材がいるんですけど。はい、龍華という、知ってますよね、龍華選手。はい、めちゃくちゃ強いじゃないですか。めちゃくちゃ強いです。もう今 K1 切ってのもエースですよね。本当に。はあ、そう、はいはい、はい、でもちょっとあいつちょっと最近練習してて、はい、これなんで。なるほど、これなんで伸びきってます。折ったのと、折ったのと。それはどういう理由でちょっと鼻天狗になってるかなって思うかってことですか？いや、なんかもう俺も連勝してる時間出してるんで。おお、なるほど。俺慶応甲子園2連覇だし出てるんで。はい、いや、なるほど、はい、じゃあそんな龍華選手に喝を入れてやろうと。入れてやろうかなと。おお、はい、なるほど。どんな企画するんですか？まあ僕と光がちょっとまあ些細なことで言い合いをしてると。まあスパーリングじゃなくてマススパーリングをやり終わったぐらい多分龍華が来るんで、おうおうおう、で、お前マスなのに強くないみたいな感じで言い合いしてるところに龍華が来るんで、はい、そこずっと言い合ってるんで、で、まあそこで龍華止めるのかみたいな。なるほど。結構ここがヒートアップするんで。おう、はい、もうじゃあ大沢文也のチャンネルとしてドッキリ第1弾ということですね。第1弾。おお、なるほど。実際に、はい、このジョーカージムで大沢選手と寺島選手ってなんかこう、まあ、練習の意見の違いで言い合ったりとかって実際するんですか？ないよね。ないです。多分言い合ったことない。なるほど、はいはい、じゃあ寺島選手からしたらこの企画うまくいくかなみたいな、ちょっと、まあ、うまくいくかというより僕が怖いですなるほどね。なるほどね。ドッキリだとしてもちょっと怖いなみたいな。なるほど。龍華選手、それ見てどういう反応すると思います？予想は多分止めないと思います。止めないんだ。はい、見てると思います、ね、見てるだけとか、はい、ずっと見てる。さすがにちょっとエスカレートキーアップしてくれば、さすがに。うん、おー、じゃあさすがに、じゃあ例えばね、始まって止めなかったとしたら、その場合のなんか対処法みたいな考えてるんですか？だからそしたら振ります、龍華に。あ、振るんだ、はい、お前どう思う？あー、なるほどね。自分もすぐこっちの意見で通す。なるほど、はい、2人からこう圧かけられて、はい、俺どっちの味方したらいいんだろうみたいな。そう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 。なるほどね。それがいいかな。あー、はい、今日のドッキリのクライマックスとしてはどんな感じで終わらせます？まあお互いがもうブワーッと、うん、俺がハッてこうなるので、うんうんうん、でも光は多分それに対して僕に言ってくるようなタイプじゃないいじけるじゃないけど、あ、もういいっすわみたいな。あー、なるほど。ジムに出ていくんで。なるほど、はい。いや、どうそこでほら、龍華がどうなるのかみたいな。なるほどね。うんうんうん。いや、面白そうだな。じゃあ、ちょっと始めてみましょうか。あ、多分あれですよね。はい。龍華選手、あとどんぐらいできますかね？予定では、あと25分ぐらいで来るんですけど、はい、僕の予想では、あと25分ですけど、まあ、確実に10分遅刻してます。10分遅刻魔なの？遅刻魔。なるほど。やっぱそういうところも、ちょっと、で天狗影響してるのかな。なるほど、はい、じゃあちょっと早めに準備して始めましょうか。お願いします。よろしくお願いします。いや、まあ味覚も止めてるんで。いや、止めてると俺はもらってっから普通に。まあ試合で使うんで。いや、だからそのスパーの時使うようになったら。いや、スパー以外でも使わないと試合で使えないかなと思ったんですよ。お、いい感じじゃない？いや、めっちゃいい、めっちゃいい。これめっちゃいい、めっちゃいい。これめっちゃドキドキしてる。いや、全然これめっちゃいい。これめっちゃいい。これ普通にお前マス強くない？いや、そうそう。いや、マス強いだろ、スパーじゃねえんだから。強いだろ、させ普通に大きくない？どう考えても。いや、普通そんな強くないです。いや、強いだろ、普通に。いや、ミサ勝利、お前強くなかった、普通に。いや、握ってないっすよ。いやいや、お前が握ってるから。握ってないと当たったら普通にダメージ効くわ。いや、でも全然別に試合前のこと。いや、お前、俺も試合前から。いや、試合前は別にこのぐらいでいいんじゃないですか。いやいや、スパーだったらね、スパーだったらね。いや、でもスパーだったら握るっすけど、別にマスクが握ってない。だから、
スパーだったら強く打ってもいいけど、マスは別に強く打たないでしょ、普通に考えて。なんかスピードの強化ってよく言われてるじゃないですか。スピードの強化って思ってたんですよ。いやお前さ、スピードってお前、あれだってお前ね、どう考えても強かったんだろ、今。いや、知らないよ、別に。これは。じゃあ分かった、分かった。じゃあ、三日月とか結構強い、そんな強い。まあでも、いつも試合でも三日月蹴りますし、マスだから試合じゃなくて、マスの話でしょ。三日月も止めてるんだよ。いや、だからお前が止めてるんだよ。俺には分かってるんだよ、普通に。しかも普通に聞いてるし。いや、軽くなんだよ、別に。いや、お前さ、お前、マスとスパーの違い分かんないの。今最近調子悪いから勝たないんですよ。試合なのに。いや、もう何ですよ。こいつはマスできなくない？いや、最近自分でも別にマスでも。お前が最近なんかお前が試合前だったんだよ。いや、マスでも俺別に見かけるじゃん。マスも。でも強く蹴んなくない？自分でもそんなに強く蹴られてる感じ。いや、別に握ってないんですよ。そうやって言ってます。いや普通に強くないこいつ、うん、マスとか、まあ、ちょっとスイッチ入るときは入るのかなと思ったりします。そんな、いや別に試合前なら分かるけど、いや俺も試合前だから。まあそうですね、はい、俺ダメージされないんだよ練習で、はい、だから俺はあんまりパンチをもらったのですぐやめたいタイプだから。まあそうですけど、しかも8王さんだ、はい、うん、いや俺試合前だからお前の試合前はそうだけど、だ試合前じゃお互いが試合前でお前じゃ強く打つのって話をしてるの。お前異次元で普通に話してるんだから異次元の話で。強いと思わないこいつの。ああどうすか、自分でも結構抜いてもらったりしてるから、自分はなんですけど、人によってやっぱ強さがあるじゃないですか。試合前だと結構強い。いやだからスパーリングだったらねっつってんの。試合前でも8オースだったら強く打たなくない？まあ、8だったら、はい、打ち込むじゃん、バチンとか普通で握ってなくても打ち込む？まあ、軽く当てたりする。だから軽くぐらいでしょ、当てるとしたら、はい、だから、お前三日月だったら、お前じゃあ、分かった、軽くポーンってやるだったらいいよ、お前スドーンとか普通に入れる？いや、スドーンスピード…いや、お前いつどう思った？そうですね、ちょっと強かっただろ、どう見ても強かったの。じゃなきゃ普通に口利いたでしょ、あんな普通に、うん、見てるんすか。いやだからお前は言うな、俺は当たってるのっつってんの。十分だけど、え、何お前いじけてんの。いや、すごいんじゃないですか。お前いじけてんの。もういじけてないですよ、俺。あ、こいついじけてない？てか、なんでお前のその態度？普通に。いや、嫌じゃなくて、なんで芸人のその態度？いや、そう言われること。え、こいつこれ普通？この態度こいつ普通？普通ではないと思う。普通じゃなくね？どう考えても。これ普通なの？普通では。だろ？普通じゃねえよ、お前。お前それ普通なの？なんで、はっきり言え。いや、もう、試合前だっていいかな。だか、うぜえな、俺は別に。ってかお前何です、その前にその態度。態度そう思うっすか。はそれお前じゃ普通なの、まあ、これ普通。いや、まあ普通に言うよ、まあ、こんなん言われたら普通。あ、何なんだマジで、うぜえ。違うっすよ、そんなんじゃないっすよ。だってマジそんなんじゃないっすよ。何ができるの、何文句あんのか。いや、文句っていうか、そんなに言わないじゃないですか。知らないの。あ、いや、そうなんじゃないですか。なんで文句なんですか。いいです、いいです。おい、おい、いや、いいです。自分でこれ聞く。いや、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 マジで。マジで全部言えない。こすんだつくわ。あいつ、サイドやばくなった、今。まあ、そうっすね。不適されてるかなっていうのは。不適されてたね、もう完全に。マジよ。嘘ねえ。ドッキリです。お疲れ様でした。優香選手。ドッキリです。
マジ腹立つ。怒ってるやん。お前リカ先生、リカ先生どうでした。いや迫真の演技でした。